その結論もいらないねんけども、第3弾ですね、院内集会を開催していきたいと思います。情勢はですね、製造法案、そして東京法の拡大についての審議入りを、してしまったということで、皆さんおそらくいろんなところで、この問題はですね、なかなか影に隠れてしまっていて、今もうやはり戦争法案、ひどい状態にやっぱりなっていると思いますから、私たちもいろんなところで戦争法案に反対するような人たちと一緒にやる部分が大きいわけですが、なかなか、番号の問題については影に隠れてしまっているような状況があって、非常にちょっと残念な気持ちでいっぱいなんですが、一応、衆院もですね、20日に、番号利用法 の、 その拡大法案と個人情報法の拡大法案ですね、この、採決が行われ、21日の本会議で可決して、22日に参議院に審議の場が移ったということで、で今週、火曜日、そして今日、2回内閣委員会、参議院の内閣委員会が行われて、おります。で、予定としては来週の、火曜日、来週の火曜日に午前中が連合審査、そして午後が参考人質疑、そして木曜日、今のところ、質疑が行われるかだろうかということなんですが、まだ2日の来週の火曜日の、参考人質疑以降の日程は確定的なものは立っていないということで、最短ですと、4日の内閣委員会で、採決、そして直近の参院本会議で、可決成立というスケジュールが、一番早いスケジュールとしては考えられるというふうに言われてますが、もしかしたらもう少し、審議がまだ尽くされてないということで、連合審査が入ったりとかっていう、そういう可能性もまだ、否定はできないというところになってきています。あとで、今日はそういう意味で言うと、上司の田島さんとか予定してた方がちょっと、出席ができなくなってしまったので、時間は衆院でやった、院内集会よりちょっと長めにちょっと取ってはいるんですけども、メインスピーカーがちょっと来れなくなったりして、大変ちょっと申し訳ないと思っているんですが、今日の院内集会は、そういう意味で言うと、これまでの衆院において行われた、質疑、議論、そして参議院でももう始まってるわけですが、いかにその内容も含めてお粗末かと、で、いかに本質的なことが議論されてないかというあたりを皆さんで確認しながらですね、どういった議論が足りないのか、どういった議論をしていかなきゃいけないのかというあたりをいろいろちょっと意見を出していただき、またこの法案が通っても、私たちは10月番号配布、1月カードを配布という日程が控えてますから、法案が通ってしまったら私たちの戦いが終わりということは全然ないわけなので、むしろ、通った後私たちが一体どういう、運動を、展開していくのかというのは問われているだろうと思っています。そういう意味で、今日スタートにあたっては、世話人の、白井さんの方から総括的なちょっと話をまず最初していただいて、でその後、傍聴を、していただいた何人かの方々に、議論の内容をちょっと紹介をしていただくというような形で進めていきたいと考えております。すみません、司会は平内閣の自民党の宮崎健吾です。よろしくお願いします。では白井さん、すみません。こんにちは。超著名人は今日は来ていないんですけど、この運動はですね、ここに並んでるこの辺りが実務的には、全部やってる出力者ぞろいの今日は、はい、発言者ということになります、よろしくお願いします。今日も午前午後と傍聴をしてきたんですけれども、いや、もう正直言ってひどすぎますよね。ある意味では自民党は、それなりにその経済界、財界の利益を背負って、それなりの質問をします。いいバリアですよね。それから民主党さんも一応、この番号法で言えば最初に法律案を出した
政党ですから、まあ、これもいい割合を除いてポイントポイントではそれなりの、質疑はして質問しています。でやっぱり群を抜いているのは、共産党の山下議員とそれから、生活の党共同代表の山本太郎議員の2人 で全くひどいというのがもうこれ言っちゃいますけれども、公明党さんと維新さんとそれから、元気なんか日本もね、維新ね、いやちょっと元気という名前なんですよ、あ維新だ、維新なんですね、その3つで特に番号とカードの区別すらつかないというような質問ですよ。でともかく与えられた30分とか20分をいかに消化するかっていうだけ、本当に無駄ですね、冗談じゃないっていう。少なくとも質問をするんだったら自分で基礎法律案で書かれてることぐらい勉強しろよと、それを勉強した上で質問するのが国会議員の役割だろうっていうぐらい本当にお粗末ですね。でこれで無駄な時間を使われて、山下議員だとか山本、議員の、時間が、限られているって本当に残念だと思います。前回も、共産党の山下議員は、岐阜県警と、中部電力の子会社の、個人情報流出、これは秘密保護法の時にずっと私たちその情報を掴んでいたんですけども、まあ、それをかなり鋭く質問されたし、今日の山本太郎議員は、むしろ課税強化をされるのは、むしろ中間層貧困層じゃないかと、それからあとは、番号からもさらに排除される人たちをどうするんだというようなそういう視点をきちっと、ね、踏んだ発言を、質問されていたので、やっぱりこういう議員に質問していただきたかったなというふうに思います。でちょっと長くなりますが、実はですね、もうご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、5月20日に国家戦略 IT 戦略本部という、安倍首相が本部長をやっている、これは要するに国を、内閣を挙げての、世界に冠たる IT 国家にしようというね、まあ、その、会議なんですけれども、そこが今どちらかというと内閣官房の頭を越して、この番号を使って、まあ、いろんなことをやっていこうということを検討しているんですけども、5月20日に、行われたその第9回の会議で、自民党原案というのが、発表されたんですね。でこれはぜひ皆さん見ておいていただきたいんですけども、とてつもなくすごい内容になっているんですよ。でそれでやっぱり2020年というのが、ターゲットイヤーになっています。で2020年というのは、ご存知のように東京オリンピック・パラリンピックですけれども、この時にはすでに、番号は全員が持っている。でなおかつオリンピックの競技場の入場には番号カードすら使わない。なぜかっていうと個人生体認証を入れるからっていうことまで、書かれてるんですよ。で、これは政府も言ってますけれども、来年の1月からカードを配り始めて、わずか3ヶ月ですよ、3月の末には1000万枚の個人番号カードを配布すると。で翌年度予算でさらに500万枚ですから、正味1年3ヶ月で1500万枚を配るんだけれども、さらに自民党案は2018年度末ってことは2019年3月ですねまでに8700万枚のカードを配る。でその先に出てきたのが全員所有だよと、全員が保有する、さらには生体認証までいる。で1枚のカードに、民間企業の社員証から運転免許証から、クレジットカードから健康保険証まで全部統合しますよ、ワンカードっていう、こういう案まで出ています。ということで急速にそのいろんなその動機思惑があったわけですね。その、総務省だとかそれから財務省、それから、自民党だとか民主党さん、それぞれの思惑があったけれども、結果として番号ができてしまった。でその番号をとカードをどうやって使おうかというところで、今急速に出てきたのが、国民市民管理という側面と、それからもう一つが、民間分野で、民間企業がどん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 、儲けていくための、番号にしていこうと。でその先にあるのが、実はそうなるともう
番号が民間でも使われるということになると、アメリカとか韓国と同じようにその番号にくっついた個人情報があちこちにこう溜まっていくわけですね。そうするとそれを盗まれる、悪用されるというような事態、これはもう防ぎようがなくなります。それからカードを、それも IC カードで生体認証まで入れるということになれば、カードはやはり管理監視をする道具に化けていくという、こういうことかなというふうに思うので、これは何としてでもですね、拡大をさせない、拡張をさせないということを、頑張ってやっていかなければいけないだろうというふうに思います。それと最後になりますが、実は私明日から、仙台と気仙沼に行くんですけれども、その前後に、行く往復に、福島県内の調査を、予定してます。で、一つは、川俣町という福島に隣接したところ、これ町役場も含め、それから、汚染地域の住民の方は、今でも避難をしているんですけれども、その避難をしている人たちにこの番号がどういうふうに扱われるのかというね、もうこれは今日の政府答弁でもあったんですけれども、特別な配慮をするよというふうなことを言ってるけれども、やっぱり当事者の皆さんに聞いてこようということで、川俣町の議員さん、それから、郡山市の市議会議員さんに会って、市の取り組みだとか、被災者避難者の皆さんがどういうふうにこの問題を受け止めているのかということを調査してこようかなというふうに思ってます。で、幸か不幸か、やはりやっとこの、問題に対する関心が高まってきて、私たちが協調で出したこの2冊の本も増刷が決まったというぐらい、やっと関心は盛り上がってきてるんですけれども、やっぱりまだまだ、これから、全国の各地で運動を盛り上げていかなければいけないなというふうに思っていて、実は、明日あたり多分立ち上げられるんですけれども、自治体議員の、とか、あと元職だとか、あるいはこれから議員になりたい人同士の、情報共有、要するに自治体議員はやっぱり各地で運動を起こしていく力を持っているので、自治体議員に、一応限定をした、新しいメーリングリストも今作る準備をして、多分明日あたり、発表になるというふうに思います。それからあと全国各地でも、いろんな取り組みが、進んできていて、反対の運動も相当に広がりつつあるので、ぜひこの霞ヶ関永田町での戦いと、それから各地域での戦いというものを、つないでいきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。ちょっと挨拶が長くなりましたけれども、この後今日の、この間の国会審議の状況とか、それから自治体の状況を中心に今日の会を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではですね、いわゆる衆議院 の、 その内閣委員会として、参議院に入ってまだ、議論が、半ばなわけですが、これまで国会で、どういった議論が、されてきたのかというあたりを少し外郭的に、私たちのメンバーですと、一番傍聴時間の長かった、井上さんに、そこら辺をちょっと提起をしていただこうというふうに考えています。で、その後ですね、今日も何人かの方が傍聴されてますので、感想も含めて一番、どういうところが印象に残ったか、もしくはどういう点がやっぱり一番足りなかったかということも含めて、少しご発言を皆さんからいただいていきたいと思います。で、今日参加されている方の中で質問であるとか、こういう点はどうなのかとかいうところもちょっと同時にちょっと受けていきたいと考えております。まず井上さん、お願いします。破れ重機ネット市民行動の井上と申します。この間重機、あと戸籍の問題ずっと追いかけてやってきて、重機ネットの重機法の改正の時から国会の傍聴をやったりとか、していきました。で、今回、衆議院内閣委員会、あと参議院の内閣委員会、前回ですね、傍聴したんですけれども、議員の質疑聞いてて全然分かってないなと思うのが、今回の共通番号が住民票、住民基本台帳をもとに、そこの住民票コードを使って、番号を生成して住民票に付番する、その、ということが全然分かってない。で、今住民登録している方はいらっしゃるんですけども、そうじゃなくて住民登録者と違うところに
住んでたり住まざるを得ない、まあ、例えば DV の被害者であったりとか、あとまあ高齢者で住民票を置いたまま施設に入っていたりとか、そういう方がいらっしゃいます。あるいは今から3年前の7月9日には外国人登録がなくなって中長期在留者、特別永住者の方は住民登録に移ったわけですけれども、その時、まあ、在留資格がないとかいうことで、住民登録に移れなかった在日外国人の方も大勢いらっしゃる、まあ、そういった住民登録したくてもできない、あるいはいろんな事情から、住民登録と違うところで住まざるを得ない、そういった人たちが、サービス受けられるのか生活していけるのか、そういったところが非常に大事になってくると思うんですけれども、それについての議論というのはほとんど行われてない、まあ、参議院でいうと衆議院では共産党の池内議員が DV 被害者のことについて、まあ質問して、まあ、答弁では原則は住所地に送るけれども、まあ、やむを得ない事情で事前に申し出れば居所にも土地カードを送りますよみたいな答弁が得たんですけども、さらに質問して、じゃあその事前の申し出とかそういうの知らなくてできなかったり、あるいはその10月5日以降 DV 被害になったで、その加害配偶者の方にカードが行った人はどうなんだということで、その場合は例えば職権で、番号を変えて改めて通知をし直すとか、そういった措置をしてくれというようなことを要望に出したいうのはありましたけれども、まあ、その他 の、 事例については全然、触れられないということで、した。で、住民基本台帳って、まあ、もともとはその住民サービスの台帳であるわけなんですけれども、住基ネットが入り、まあ、だんだんこう管理の台帳に変質していったというところがあると思うんですね。で、この番号法を3年前に審議してた時に、2年前に審議してた時に、維新の党の議員がですね、まあ、住民票を置いてない場所に住むことは法令違反じゃないかという質問をして、さすがのその総務省の官僚も、まあ、DV の被害の方とかやむを得ない事情のある方もいらっしゃるんでっていうのも非常に答弁に困ったと、いうことがあります。まさにそういう、なんていうのかな、住民登録のないものはもう排除するみたいな、そんなシステムが出来上がろうとしているのに、それについてほとんど議論がされないっていうのがこの間かなとすごく思ってます。それからもう一つ、今回 の、 共通番号っていうのは、住基ネットの時は、まあ、データマッチングしないよ、だから安心だよっていうのが、今度データマッチングするから便利だよ、もっと使いましょうって言ってるのに、そのデータマッチングしたいろんな、例えば障害だとか母子家庭であるとか、さまざまなこうセンシティブ情報が行き交うわけで、そういった情報が他のところでデータマッチングされた時にどんなプライバシー侵害が起きるのかということについての議論というのは全くされてない。本当はそこのところが一番されなくちゃいけないと思うんですけど、さらに今自治体ではその特定個人情報保護評価というのは各自治体でずっと行われていますけれども、その保護評価書の中でもその個々の、例えば住基事務なら住基事務の情報についてセキュリティがどうなんだとか、そういう保護評価はするけれども、他のデータとマッチングした時のプライバシー侵害はあるのかない、そういったことは全然評価されてない。つまり国会でも議論されてないし、自治体でもそういった評価書になってないし、それに対してパブリックコメントもなかなか出しにくい。本来の一番危ないそのデータマッチングというところの被害がどうなのかということが議論されていないと非常に感じます。それからあとちょっと番号法とはちょっとずれちゃうんですけれども、5月13日の衆議院の内閣委員会で参考人質疑がありまして、宇賀克也東大法学部の教授、それから、全国地域婦人団体連、協議会地府連の奈良田美希参考人、あと携帯電話の、事業者団体である寺田さん、あと、日本弁護士連合会の
坂本宇賀弁護士が参考人として出たんですけども、そのうちその宇賀さんと永田さんというのは政府の方のパーソナルデータ検討会のメンバーで、まあ、寺田さんはまあ業界の方のまあ代表みたいなのが来たんですけども、その3人が3人ともですねマルチステークホルダーという言葉を使ったんですね。でマルチステークホルダーってステークホルダーっていうのが利害関係者、立場とか利害異なる関係者っていう意味で、でマルチっていうんでそういういろんな利害関係を持った人が参加して、っていう意味でマルチステークホルダー、マルチステークホルダープロセスとか方式とかっていうんですけれども、まあ、みんなマルチステークホルダー、マルチステークホルダーって言うんですけど、その中で寺田さんがですね、そのマルチステークホルダーについて、共同規制っていうふうに説明したんですね。で本来はその例えば通信分野で、政府、国の規制っていうんではなくて、例えば、まあ、事業者であったり、技術コミュニティであったり、学者であったり、あるいは市民団体であったり、いろんなこう利害関係者が、入って、その通信分野の例えば決まり事を決めていきましょうっていうのが、まあ、マルチステークホルダーの考え方で、さまざまな利害関係者が集まって、意見を出し合いましょうっていうのが考え方だと思うんですけども、寺田さんは、共同規制だ、官と民の共同規制だという言い方をして、何かこう政府と事業者、あるいは永田さんなんかも地フレームの自分たちが個人情報保護委員会あるいは専門委員会なんかに入って意見が言えるようにみたいな、そんなニュアンスですごくこういうちょっと危ないなと思いました。で去年の4月にですね、ブラジルでマルチステークホルダー会議というのが開かれたんですけれども、これ何かというと、スノーデン事件で、まあ、いろんな各国 の, 首脳が盗聴されてたということで、ブラジルの大統領も盗聴されてて、そのことについて、まあ、国連で辛辣にこうアメリカを批判したんですけれども、まあ、それがきっかけとなってブラジルのサンパウロで、インターネットガバナンス、情報通信分野について政府だけが、温度を取ってやるんじゃなくて、マルチステークホルダーでいろんな利害関係者が寄り添ってやりましょうという会議が開かれて、その中で、最後宣言文が出されるんですけれども、その宣言文の最初にまず人権ということが謳われてるんですね。で、表現の自由であるとか、結社の自由、プライバシー権、アクセス権ということがまずその宣言の中で最初に謳われて、ところが今回の議論、国会での議論を聞くと、なんかもう利活用、利活用、俺たちにも使わせろ、あるいは俺たちもそういった個人情報保護委員会、専門員の中に入れて、俺たちに使いやすいようにさせろみたいにすごい聞こえて、そういった基本的人権の云々って話がもう全然追いやられてしまっているなっていう印象を非常に受けました。ぜひその辺のところを議論してほしいし、あとその議員って他の人の議員の発言って全然聞いてないんですよね。同じね質問をね繰り返すんですよ。一番ひどいのはね、携帯番号がなぜ個人識別番号じゃないのかっていうのを、衆議院の内閣委員会で6人の議員が8回質問しました。で全く同じ質問をまた3人で2人の議員さんがして、でもう私向井新官の答弁はもうタコに耳ができた、耳タコできるぐらい覚えちゃうぐらい、だからそんな議論をしててもしょうがないんで、ぜひだから今まで議論されてこなかった今申し上げたようなことをぜひ議論していただきたいなと非常に思っています。でまたそういったことを例えばメールとかファックスなんかでぜひ議員の方にですね、こういうことを質問してほしいということをぜひ皆さんも働きかけをしていただければなと思います。私からは以上です。ありがとうございます。じゃあ順々に、傍聴していった方々少しコメントを、国立の小川さんからいいですか。はい、あ、桜さん一応
4月まで国鉄市議会議員だった小川博美と申します。今回時間ができたこともありまして、国会の衆議院と参議院今日も傍聴してたんですけれども、レベルは国立市議会議員レベルだなと思いました。同じことをやってますね。全然わからないことでも通知カードを来た後は個人カードを申請しに行くんですかとか、じゃあ申請しに行かなくてもいいんですねとか、そういう質問を国会議員がしてるのを聞いて、何でもありなんだなと。でそのレベルの低さには、事態がですね、本当に大変とんでもない事態を招く10月を5ヶ月後に迎えるというにもかかわらず、ひどいレベルだなと何日か思いましたが、ただあまりにその低さに憤ってもしょうがないぐらいの相手なもので、あんまりね、ムカついてなんとかみたいな感じではないぐらい低いので、本当にこれからどうにかしていかないといけないなとは思ってるんですけども、とにかく皆さんから出てた共通点は、住基ネットの二の舞ではだけにはこの共通番号はしたい、マイナンバーを、してはいけないっていう、そこだけはなんか一点があったように見えました。であと民主党の議員がなんか今日は懇願するようにまず経済界にとって利点があるっていうこととか、あとですね、国の統治っていうか国民の統括みたいな言い方は絶対しないでくれというふうに繰り返して言っていて、とにかく国民の生活を豊かにするとか社会生活の向上、まずそっちから言ってくれっていうことを懇願していまして、民主党はもうそっちでしか言えないんだなっていう感じがしまして、その民主党の議員のここでちょっと判断をかなりここでしてほしかったなと。所得把握もできなければ、メリットも明確でない、のにやっぱり進めるのかっていうのは私は非常にがっかりしました。先ほど維新や、公明党の議員なんかひどいものであんな議員しかいないんだなっていうふうに思いましたけれども、もう何にも知らないんですよね、とにかくね。公明党は何ですか、とにかく幼稚園生に悪いんですけど、幼稚園レベルの質問を起こして恥ずかしくないで何でも聞いていて、行政側も困った議員を抱えたなって感じはあるんじゃないかなというふうに非常に思いましたけれども、とにかく家に帰ればテレビをつければちょっと マイナンバーに関する何ですか、とにかく周知徹底しろということが散々毎回言われるので、そこだけは力を入れているようで、なんか今日の日経の新聞の広告にも、戦略みたいな形でその、マイナンバーの対応ソフト、を、小さな事業者にもそれは課されていることなので、ソフトで40万円で買えるとか、100人規模の事業者なら120万円だとか、そういうデータがどんどん今コマーシャルにも出てくるし、新聞 の広告にも出ている。焦りはあるんですけど、空回りしているのもいいところですし、国民は、議員のことばかり、バカにしてはいられない程度にしかこのことに関心がないことは本当に何ていう、皆が馬鹿げていると思っているのでそれをやめられない、原発も同じだと思うんですけども、みんなが問題だと思っているので、なんかやめる方法が誰も誰もじゃないですけど明確に言い切れない、それが決定ではならないという感じがしましたが、ただ廃案に持っていくには、これは行政がですね、今日山本太郎さんのやっぱり質問は今白石さんなど白石さんたちからのですね、情報提供をよく受け止めてそれをこなして発言してくださっていたんですけれども、とにかく、10月のスタートは切りますと、切らせてくださいと、その後の3ヶ月の間に、その詐欺的商法って言ってましたけれども、一挙にですね、例えば金融口座ですね、10億口もあるだろう、この、全国民のですね、銀行口座などに紐付けは今、強制的にできない、任意ですので、金融口座とこの番号は、紐付けられるのは、本当にあくまで任意なので、そうさせてくれと、その強制的に急に ATM
官法がないと使えないだろうとは言えませんと行政が繰り返し言っていて、そんな強制的にやったらもうこの最初から頓挫しちゃうと、頓挫だけはさせないけど、とにかくスタートさせてもらって3年ぐらいかけて、まあ、ごまかしながら、こんなに、まあ、番号カードを、ね、持つといいんですよということを皆さんに知らしめて持っていきたい、本当になんていう国かなと思いました。まあ、私たちもだから、衆議院参議院見てきました。ここでどう見ても共産党しか明確に反対してないし、まあ、通ってしまうのであれば、地域で活動をする、そしてそれぞれの分野別のですね、まあ、廃案にいずれこの、カードが通知カードが送られてきて、そこでバタバタとして、忙しい行政の窓口などを見てそこで問題が起こり、3年、の間にですね、ごまかしたこともごまかせなくなり、で、まあ、廃案に持っていくか、あるいはそれぞれの分野別のですね、不満というのがいいんではないかというところにこうせめてもですね、落ち着かないと、この一元化のカードというのはあまりに危ないことを、まあ、国民で学習して勉強していく以外ないのかなっていうふうに傍聴して思いました。バタバタと説明してすみません。千葉県の藤代さん、すみません、はい、藤代です。今日1時間ぐらいと前回衆議院の方での内閣委員会で1時間ぐらいというぐらいでの傍聴ですから、細かいところはよくわからないんですけども、その2回の2時間ぐらいの傍聴の中で、前回は衆議院の方の内閣委員会で最後ちょっと民主党の方が質問等々してたんですけども、私が一生懸命頑張って作ったこの共通番号制度ですから、何が何でもこれは私の願いを通さなければいけないと、言いながら、その目的はというと池村東郷さんという形で、所得把握をしていわゆる税金を取れないところからちゃんと取るんだと、まあ、未だに連合なんかがそれを言ってるわけなんですけども、実際それでその時に彼が質問したのに、だから所得ちゃんと把握できるんですよねって言ったら、国の方のちゃんとまともな官僚でございますので、一生懸命やってもちゃんとした所得は把握できませんのそれでなんでこの前賛成するのかな、自分たちが言ってる、今日も山本太郎さんが闇ったらしく、給付付き税額控除は本当にできるんだったら私も賛成したいんですけどって言ったんですけども、それに対する答弁はいわゆる全部を、まあ、預金の全部にやると10億口座以上になるのでまずできないと、じゃあ何を把握するんですかと、まあ、ついてる番号については、まあ、紐付けできるけど、ついてない番号はついてないのは今まで通りちゃんと探し出さなきゃいけないんですよねってなると、所得把握もできないよなと。じゃあ大金持ちに対してはさ、これは全く今手つかないんで、そのうち考えなくちゃいけないでしょう、何のためにこの共通番号をつけるんですかというようなことで、最後は山本太郎さんはそれだと103万円というのを捕まえるために、皆さん方が皆さん一生懸命103万円に抑えようとして計算してたんだけど、番号があってちゃんと1年経ってみたら103万1円ありますねと、いわゆる控除ができませんよという形で税金がポンと来るというのがお持ちかなというような、彼もそういうふうに言ってましたけども、そういった問題点があるにもかかわらず、先ほどもお話しありましたその維新の樋口さんという方ですけども、名前出していいと思うんですけども、番号を申請したらもらえるんですかとかだから番号をどうしたらもらえるんですかっていうのと、カードがどうしたらもらえるんですかっていうのと、通知カードと個人番号カードの違いも全く、それと番号との違いもわからないという、これで本当にそこで30分も喋れないと、それこそお前それが詐欺証拠っていうか税金のぶったくりだろうと返せと、寺線返せというような、木戸線返せと言いたくなる、まあ、そういった、まあ、議員のレベルなんですけども、先ほどからありますけども、やはり大きな流れとしてはいわゆる個人情報をどうお金に変えていくか、今回の個人情報保護法の改正と共通番号の改正法が一緒になっているというのは、これは単に時間は短いんじゃなくて狙いがそこにあるというふうに感じています。
いわゆる個人情報を匿名化すれば、これをどんどん産業界で使っていこうか、いわゆる個人情報保護法改正についての議事録なんかを読みますと、結局、国の方はいや以前と変わってませんよと言うんだけども、個人情報を保護するための保護法ですよと言うんだけども、実際は個人情報をどう産業界で自由に使っていくかという、でそのために改正していくと。そしてこの共通番号というのも、今までの住民基本台帳の番号はいわゆる民間で使えないけど、民間で自由に使っていきましょうと言って、で先ほどの医療情報というか特定、いわゆる預金の問題で、口座につけるときは任意ですよと言うんですけども、はっきりと言いました。預金機構が使えるようにしたい、小さな穴が開けばいいんですよ。今まで預金機構に使わせるというのは、住民コードの時にも最初に使った時に、それは預金のものに使って個人の確認のために使っちゃいけないのでポンと押さえられたのを、今回は任意で、だから何の役にも立たない番号なんだけども、とりあえずは預金口座に番号をつけるという穴を開けたいんです。まあそういうような意味だから、預金機構でマイナンバーを使えるようにするのが目的です。だから山本太郎さんが一生懸命、これじゃあ何も役に立たないですじゃないですかって、もう彼にとっては痛くも痒くもない、まさに穴が開くんだから。穴が開けた、先ほどお話ありましたけど、3年後に見直すって言ってるのがあるんだけど、まあ、別に3年経たなくても見直して、その ATM ですか、なんか行く時に番号がないとお金が出せなくなれば、それはもうそれで、はい、全て完了というような形で今されてるんだなという気がいたしました。議論は非常にバカバカしくて、まともに聞いてると腹が立つんですけども、逆にまともじゃない議論でこれが通っていくという、これが今の日本の社会なのかなと。ですから議員さんがアホだアホだと言ってて、世の中変わってしまって、アホな麻生とアホな安倍で言ってるんだけど、実際は言っている私たちにはるかに計算している、そういう感じを私は持ちました。以上です。横井と言います、今回初めて同調させていただきまして、なんていうんですかね、午前中の質問された方については、大した議論がないなというふうな感じを受けまして、まあ、午後先ほど来話がありました、山下さん、山本さんについては非常にですね、分かりやすい感じで、庶民の視点に立った、質問をされていただいたなというふうに思いました。ただ回答については官僚が作った回答の仕方ですから、相手から責められないような形にするということでは、まあ、普通の回答の仕方かなというふうに思いました。このままでは多分本番は成立するんでしょうけれども、今日の質疑の中で住基カードが 5.5% しか普及していないということがあったんですね。すごくいいことだったなというふうに思うわけです。ということは今回のマイナンバーについては秋にですね、全員にこう通知されて申請に基づいて来年発行されるということでありますから、これがですね、各個人がですね申請しなければいいんだなということですから、それ法が成立したとしても、それまでの間、まあそれ以降でもそうですけれども、この問題点についてですね、多くの国民の方に理解していくというふうな運動がまだできるんだということだというふうに僕は感想ですけれども、そういうふうに思いました。はい、以上です。傍聴された方、そこら辺でいらっしゃいますか？女性でいますか？で
ということで行った6人と、それから、前回の山本さんの傍聴しようということで行ったんで、1時半ぐらいからしか聞いてないんですよ。でそれ以降の話しか聞いてないわけなんですけれども、その中でもう方はおっしゃられましたので、あ、すいません、名前は市原と申します。沖縄の方たちがよくおっしゃるんですけれども、運動っていうのはいつも山があって谷があって、とても苦しい時期がある。でそういう時でも必ずやっぱり火種を残すこと、これを沖縄では徹底してやってきましたっておっしゃるんですね。私ちょっと他の問題でも思うんですけれども、今私たちに求められているのは、今とにかく止めたいことがいっぱいあるんだけども、止められないっていうふうにある程度やっぱり確保した場合にどうするかってことを常に頭に置いて広げていく必要があると思うんですね。でこの問題は意外と盗聴法とかもいろいろセットになってるんですけれども、マイナンバーっていうのは意外と若い人たちに広がっていく可能性は大いにあると思うんですね。個人の情報が漏れるということはものすごく若い人敏感なので、その一点でも非常に、ね、可能性はあると思うんですね。ただ議員さんもおっしゃっていただいたように、非常にほとんどなんか関心持ってないみたいな、どうでもいいみたいな方が委員会の中に入っている差し替えで、ね、入っている委員さんもあると思うので、そこだけやっぱり見てたらいけないので、本当にできればやっぱ全員の議員さんにこの問題を周知していくだけの働きかけを、また改めてやっぱり結果がどうであれ、ね、審議の経緯がどうであれ、やっぱりしていかなきゃいけないだろうっていうのが一つは思います。でそれで、じゃあ私たちが今他人に会うとすれば何をするかっていうふうに考えたいと思うんですけれども、前回の集まりの時にご報告があったんですが、カナダあたりではこれはもうカード、プラスチックのカード自体はなくそうということでもう政府が決めてきた、そういう事例がすでにあるということも頭に置いて、今おっしゃっていただいたように重機カードを 5.5%、 私も実際に全く使ってませんけども、使ってない、持ってるのも忘れてるような人の方が圧倒的に多いという日本の実情ですよね。でそういうのも頭に置くと、かなり粘り強く忍耐強くやっていってどっかのポイントだと思うんですけれども、やっぱりこれはすごく逆転していける可能性を、なし崩し的にしていける可能性も非常に含んだ問題じゃないかなっていうのをちょっと聞きながら思いました。で山本太郎さんの気候っていうかメインで行ったもんですから、そこへどうしても頭が行ってるんですけれども、非常に面白かったんですね。ぜひ皆さんもインターネットでテレビご覧になれるので、全体を含めてご覧いただけたらと思いますけれども、結構ブラックユーモアを入れながらね、で自民党の議員さんも最初は笑ってね、ヘラヘラみたいなね、お前また運みたいな感じで聞い取られたのが、やっぱり変わってきてるんですね。うん、そういうことなのかみたいなね、やっぱり引き込んでいくっていうの、巻き込んでいくっていうのものすごく大事なので、ああいうやり方を私たちも学ばなきゃいけないのかなっていうふうに思いました。でこの猫ちゃんのこれね、すごく面白いので、やっぱりこれ地域でね、私も広げたいと思っていますので、皆さんも活用の方法を OK いただいて、ちょっと生かしていけるようなものをネットからね、発信していただけるとまた使えるかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。傍聴、はい、私も一応今日は初めて参議院の傍聴したんですけど、なんて言うんだろう、これが前回の13年の時の番号法の時にもっとこう粘り強く、なぜあの時に出てきたものが、なんでまた今この段階
会で拡大法案の時になって出てくるのような質問ばっかりだったんですね。でも一方要所要所今日山本太郎さんが本当あと山下議員とでこう質問をしつこくこう追求していく中でやっぱり政府というかその本音がポロポロ出るようなやっぱりあの答弁だったなっていうふうに感じました。で多分報告あったかもわからないんですけれどあの山口大臣が要はそのあの預金口座への不満点というところでは生活保護者のなんだっけ資産調査だっけ視力調査かに使いたいってことを言ったんですね。それがまあ目的だと。だけどそんな任意だし新しい口座で不満でできないでしょみたいなことを言ってて、まあ、そのあの生活保護の調査には本人同意のもとでその調査をしなければいけないという決まりがあるから別に不満しようがしまえばそれはこう関係ないってことが分かったんですけど結局でも山口大臣が言うのには要するに生活保護情報は機微情報じゃないって言い切ったんですよ。で自分の地元でも堂々ともらってるとそんな発言があんな大臣がするとはね本当に私もびっくりしちゃいました。で山本太郎さんがすぐ突っ込んでくれたんですけどこんな機微情報はないと生活保護なんてみんなそんなに堂々ともらってるわけじゃないと次へのステップのためのその、まあ、今生活しなきゃいけないからそのためにもらってるんだということもはっきり言ってくれて本当にまあやっぱりそういうこういろんなところでの答弁でやっぱりその本音みたいなものが出るなと。であのなぜじゃあ預金も10億あったって何にしたってそういう調査をしたいならなぜ強制にやらないのかって言ったら要するに過去のグリーンカードの時とかいろんなところで失敗をしてるからやっぱりあのもうあの重機カードの時と一緒ですね。あのなんて言ったら失敗は許されないというトラウマであるからとにかくこう入れるところからやって風穴を開けていくというやり方なんだなっていうのが分かりました。はい、簡単ですけど以上です。私直接傍聴したのはあの衆議院の方だけでちょっと参議院の方は聞けてないので、まあ、衆議院の時の印象なんですけども、まあ、あのいろいろも指摘されてるんですけどちょっと指摘がなかったところであのこういうこともあるかなというのがいくつかあるんですけども一つはあの参考人質疑ということで、まあ、4名の方が参考人で出られて、まあ、おそらくあの自民党とかのあれが、まあ、宇賀さんという方事業行政法の専門家の方が出てて、まあ、あとあの IT、まあ、事業者の方そして地府連の方が出てまあ、あと日弁連推薦の坂本さんということだったんですがあの近々、まあ、あの多分この議事録サイトに出てくると思うんですけどもこれで非常に興味があったのは今回、マイナンバー法については利用拡大、まあ、大きく言うと3点ですよね。医療あの特定健診預金不満であと、まあ、自治体用務でこの参考人4人の中でこの預金の不満と医療について積極的に評価する意見って1人も出なかったんですね。で当初、まあ、あの15分ずつぐらい喋った中でもそもそもマイナンバーに触れた方は、宇賀さんが最後に一言だけ、自治体のその情報連携とあと中所得者向けの住宅について、まあ、自治体の要望を受けて拡大したということは意義があることだと言っただけなんです。で預金と健康診療情報のことは何も触れてないんです。であともう一人増えたのは坂本まどかさんで、まあ、こちらはあの、まあ、要は反対だという立場から、そのなんでこんな段階で預金とか、そういうのの不満を早くも踏み切るんだと、まあ、反対の立場でまあ指摘してくださったということなんですね。でその後の論議聞いてても、まあ、あのいわゆるその利用拡大の部分というのはほとんどなくてで、まあ、最後に池内さんが、まあ、宇賀さんに対して、まあ、マイナンバー法全体に対しての評価はどうなんですかっていうのを改めて聞いたんですね。でそこで何か言うのかなと思ったらば、そこでやっぱりおっしゃるのもですね、その自治体からのそういうふうな要望をですね、聞きながら、そうやって利用していくということは大変意義があることだということをまた繰り返しただけで、で、その医療と預金に関しては、まあ、大枠その今 の, あの税社会保障って枠の中で使っているという意味では、まあ、そんな大きな問題はないだろうけれども、まあ、あの慎重に考えていくべきだみたいなことをですね言って終わったという感じなんです。つまりあの拡大法案の審議をしているにもかかわらず参考人が4人とも医療あるいはこの預金不満についてこれは素晴らしいことだって意見を述べた人が1人もいないんですね。なのにすんなり通ってしまうという非常に不思議なですね審議だったというのがあのやっぱり非常に印象に残っている、まあ、これはあの議事録出ると思うので読んでもらえば分かると思うんですけども、
まあ、主にあの他の2人の参考人の方はあの個人情報保護法の方のですね、まあ、いろんなあの例えばまあ IT の方は、業者に対する規制が厳しくなるとあのいろいろちょっと不都合生じるってことだし、地区連の方は、まあ、逆にあの 利活用あんまり重視しなくてやっぱ不安があるというようなことでですね、まあ、いろいろ、まあ、反対ではないけども、まあ、いろいろ問題でしたまあ、そういうようなことが一つありました。であと、まあ、あの利用拡大ということに関してはあの、まあ、特にその、まあ、特定健診の情報のですね、まあ、今回利用拡大、まあ、先ほどあの、預金に関しては、まあ、要は突破口をとにかく開くことが目的なんだと、要は大してつかないかもしれないけどとにかくあのマイナンバーを付番して利用できるようにするという形だけ作るのが大事なんだということだと思うんですけど、まあ、医療のやっぱり特定健診予防接種についても似たようなことがやっぱり言えると思うので、まあ、6つぐらい大きな医療の関係の利用分野の検討がされている中で、まあそのうちの4つについては医師会等のいろいろ議論もあってなかなか進まないということで、でもこのままだと硬直状態だからということで、おそらくとりあえずできるところに穴開けると、まあ、いうだけの話だと思うんですね、まあ、実際的にどの程度の意味があるかは非常に疑問だと。でその疑問だというのは例えばあの衆議院ですとあの塩川さんがまあ質問されたあの特定健診データのやり取りということで、今回マイナンバーを保安するとどんなところがその便利になって効率化されるんですかということを聞いたらば、まあ、結局従来と同じように光ディスクにデータを入れて古い保険者から新しい保険証を持っていくだけだと、そこは全然変わらないと。で、何が変わるかというと古い保険者の方で名前を調べるときに、まあ、マイナンバーがついてれば、この人だというのはちょっと調べやすいだろうと、まあ、大した話ではないわけで、それだけのためにこういう大騒ぎしてこれをやるという話だなったと、ね、いうようなこともあって、まあ、突破口だという意味が一つだと思うんですけども、ただあの今回まあその医療の分野について突破口を開けるという意味は、まあ、これはまあ分かりやすいことだと思うんですが、あのこの特定健診の情報の話聞いててちょっと私思ったのはもう一つ別な意味での突破口が開かれるかなというのがありました。というのはあの今回とにかくまあ大きくの第一段階、まあ、そもそもマイナンバーを検討したときに、いわゆるこう給付とか徴収というお金のことだけに関するいわゆる当時の間は ABC という3つのやり方があって B1 というのがそれだったんですけど、でそれにもうちょっとあの内容がくっついて B2 になって、で、まあ、あらゆる情報をあの作れて使いましょうになるのが、まあ、C 段階、スウェーデンみたいで、まあ、どれがいいですかみたいなことでやったわけですけども、まあ、それで基本的にはそのいわゆる給付、徴収というお金の部分に関してだけやりましょう、だから医療についても保険についてはそれをやりましょうということで、まあ、スタートしてたわけですね。で医療以外についても社会保障とかそういうあのいわゆる福祉の手当なんかについても、まあ、基本的には給付、あの、あと徴収の部分について限定して、別表に利用事務が一応載っているという形なんですね。でところが今回特定健診という全くいわゆる医療給付徴収とは関係ない事務に入るわけですよね。ということは、まあ、言ってみればその B1 ではなくて B2 にもここで入ってしまうということなんだろうと思うんです。で、でその理由として向こうが言ってたのは医療情報として位置づけるんではなくて行政情報として位置づけるんだと。つまり今までは医療情報として6つの分野があって検討してたにもかかわらず、ポロッとここに来て予防接種と特定健診は医療機関がやるわけじゃないし保険が効くわけじゃないから行政情報なんですよという理屈を立ち、なんで急にそれにポロッと変わっちゃうんだ、今までと検討全然違うんじゃないかというのは塩川さんが非常に鋭く質問されているので、まあ、衆議院の議事録を見ていただければと思うんですけども、で、まあ、理由としては、まあ、正確性確保のため、行政事務のうち正確性確保のためだというふうにおっしゃっています、ね、でただこれそういわゆる給付徴収以外に広がるということになると、例えば福祉関係のいろんな、まあ、先ほど出た生活保護から障害手当、何の手当、みんな、まあ、介護からみんなそうなんですけど、今までその給付徴収だけだったものが、じゃあその処遇の内容に関わるものまで行政がやる事務であれば、その正確性確保のために番号振っていいのかって話に踏み込んじゃうんじゃないかと思うんですね。そうすると具体的に一人一人の人間あの方のいろんな、もう本当そういうのがもろプライバシーにかかってくるような、あの病状がどうだとか障害程度がどうだとか、まあ、そういうのは、まあ、今でも実は一部手帳の交付とかちょっと私から見ると怪しげな話がいろいろやっぱあるんですけども、ただやっぱり医療でここで突破口を開いて、まあ、そういうところまでこう逆にそういう意味でも広がっちゃうのかなというような危惧はちょっと議論を聞きながら感じていました。
で、あの既存事務の利用拡大っていうのはもう本当に、まあ、今回あの全く皆さんも議論されてないんですけども、利用拡大の中にはあのそういう既存の事務の例えば障害の時の障害の給付についてのこういう部分ちょっと新しく見るようにするとかそういうのもちょこ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 入ってくるんですね。あの実は別表の事務の見直しということでそういうのが法改正でちょこ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 入ってて、まあ、今回もそういうのも入ってるんですけれども、まあ、この辺はもうほとんどこういうような運動を作って議論するっていうのはなかなかならないので、まあ、知らないうちにですねまあ、そういうのは、まあ、ここでこうやって突破口できて別に職についても不安しててもおかしくないみたいなことこれは行政情報なんですよみたいになっていっちゃうとなんかずるずるいくのかなというそういう不安もちょっと感じてきました。で、まあ、あとちょっと、まあ、今日あの議論ということでしてほしいなというふうに言われてたのはあの、まあ、今回医療情報に関して、医療情報については今言ったように光ディスクで提供するというやり方だという説明がありました。で予防接種については、まあ、明確には参議院であったかどうかわからないんですけど予防接種については情報連携のシステムを使って流すということで一応あの説明図には載っています。で、まあ、預金還元については、まあ、ちょっと今明確にはわからないんですけど、まあ、とりあえず銀行とのシステムがないんで透明はできないのかなというふうには山本さんも明らかにということなんだろうと思うんですけれども、まあ、あの先ほどですねあの白石さんの方で自民党の案あの非常に今回5月20日に利用拡大についてバンバンいっぱい書いてるっていうものが出てきて、まあ、とんでもないんですけれどもただそこで利用拡大として表立って書いているのは番号カードの利用とマイポータルの関係なんですね。と肝心の裏で動いている情報ネットワーク提供ネットワーク、まあ、これはまあ正式にまあできてないんですけどもここの部分がどういうふうに情報連携されていっちゃうのかというところは全然明らかになってないしこれについても法律ではもうあの、いわゆるマイナンバーがついてない情報についても情報連携するとかですね、まあ、とにかく目いっぱい情報連携広げるっていう、まあ、法案30に載ってますからだからおそらくこれはあんまり表に出ない形で、まあ、分かんないからアピール力もないみたいなところでですねずるずるいろんな形で広がってるって可能性は、まあ、十分にあるのかなという気はしています。で、まあ、そうなっていった時に、まあ、やはりそのまあ、あ施工が止められないときにじゃあどうするのかっていうところでですねやはりこうなんかあの訴えるポイントの一つは、まあ、本人同意がきちっとどうやって取るのかっていう議論をですねやっぱりこうしてであの先ほど政府情報はまあプライバシー情報ではないというふうに言ってたんですけども一方で、個人情報保護法ではいわゆるあの要配慮情報機微情報については本人同意を持って手続きすると、まあ、非常に矛盾したものが同時に出てるわけですね。だから逆に言うとそういうものがきちんとプライバシー情報なんだって位置づけることによって、まあ、じゃあきちんとそのシステムの中でも本人同意の手続きを取っていくべきじゃないかみたいなことをですね、まあ、あの求めていくっていうのは一つ、まあ、今後のですねあの向こうの矛盾についていくような意味では大きな意味があるんではないかなっていうのはちょっと感じてます。今原田さん紹介した中で、医療関係に関しては、今その情報提供ネットワークを本人同意が必要なので使わないとメタ保険証ですねついては使わないというのを衆院で、まあ、答弁したわけですが今日の山本議員の、質疑の中で、まさに向井さんが政府側ですねが、いわゆる口座の不安に関して、まあ、それを使って、例えば生活保護の方の視力調査をするわけですね。どれぐらい口座あの銀行口座にお金を持っているかっていうのを調査をしようとするとその方法について突っ込んで聞いたところ結局先ほどの医療情報と同じ回答なんですね。つまり本人同意が必要だから情報提供ネットワークっていうそういうネットワークで情報を本人の同意なしに勝手にそのいわゆる銀行のその預金口座の残高を、情報提供ネットワークを使って調べることはできないということは明確に向井さんは言いました。それはかなり私は重要な今日政府側の回答だったというふうに思っているんですね。つまりそれをもって山本さんが今度何を聞いたかっていうと結局じゃあマイナンバーを振って全然便利にもならないじゃないですかっていうそういうことをも言われていたわけですよね。で情報提供ネットワークでやるから簡単に集めて提供したりできるわけでそれを使わないでやるんだったらじゃあさっきの医療情報と同じように CD で渡したりとかまあ、いわゆる電話で、まあ、電話で書面でもってですね、紹介をしたりとかって、そういうやり方自身は、今までと何ら変わらないっていう言い方を、向井さんははっきりしてるんで、で結構正直に向井さん言う人なので、きちっとした質問をすると、割ときちっと答えるんですよね。で今後の方向性についても、あんなことまで言っていいのかなっていうような感じのことまで言っちゃうから、割とその政府側のその、
回答者としては質問者がうまければ結構いい回答を引き出せるで、いかに他の人たちが質問が下手かっていうか、まあ、また関係ないことしてもしてるのかっていうのが非常に私は印象深かった感じがしてるので、まあ、今日のだから山本さんもその、まあ、講座の問題と最後やはり富裕層ではなくて貧困層の問題だっていうところはもうちょっと時間があって突っ込んでほしかったなっていう感じがしてるんですけども、いくつかやっぱり今日の答弁の中で割と分かったことっていうものを出てきているので、それはかなり意味があったことではないかなっていうのが一つと、それからもう一つはあと山下議員の、今日特定個人情報保護評価今書き込みをやってる、それについて結構その山下議員がまあ半分ぐらい時間を割いて質問をされていて、結局その自己チェックでしかないじゃないかと、つまりその各自治体が今そのいわゆる番号付けのためにいろいろそのシステムをこう回収していってるわけですね。で本当に番号付けしてリスクがないのかと、つまりリスクがあるから評価をしようとしてるわけですね。つまりいろいろ危険性があったら各自治体がじゃあどういうリスクがあるかっていうのを今評価をしているわけです。その評価書っていうのがすごい分厚いものが各自治体で出てるわけです。でそれを見て私たちがパブコメをやるわけですが、私横浜市でもう何種類かチャレンジしてるんですが、もう読むたびに頭が痛くなってってほとんどよくわからんと、何が書いてあるかよくわからんというようなもので、そういう評価書を市民にそのパブコメを取るっていうことそのものがほとんどその市民はわからないんですよ、内容を読んでも。そもそもその評価書、つまり特定個人情報評価ってそのものを市民に評価させるんだったらもっと分かりやすい、ちゃんと読んで分かるような評価書をね、やっぱり市民に公開するっていうこと、それがなくして市民に公開する意味全然ない。私は山下議員にそこを一番突っ込んでほしかったんです。もし評価書の問題をやるんだったらやっぱり全然市民に対しての評価を求めているような形式になってないと。それはでそこを山下議員が通ったのはもう一つその第三者チェックっていうような形ができてないじゃない、それも一つの論点だと思う。市民の側からすればもう全く難解でよく分かる。しかも今問題出てきてるのはみんなコピペなんですよね。つまり各々の事務に対してリスク評価をしてるんですけども、その内容っていうのはどの事務についても全く同じなんです。横浜市もリスク評価のところっていうのは全て同じなんです。内容は事務で全部違うんですよ。児童手当だとか生活保護認定だとかいくつか事務が違って、その一つ一つの事務についてリスク評価っていうのを全部してるんですよ。でも中身書いたと全く同じなの。どうしてその事務が違うのに同じリスク評価になるんですかっていうのが全く私たちが理解できない。っていうのはなぜかって言ったら、全然考えずに今までのリスク評価をコピーして貼り付けてるだけなんですよ。そういうやり方をしてる個人特定個人評価ってそのものがほとんど意味がないところをやっぱりきちっとその明らかに、やっぱり山下議員そこを取り上げてくれたので、もうちょっとこれを突っ込んでほしかったなっていうのがちょっとありました。で最後にやはり維新 と、野党の中でもですね、基本的にはそのもう今の会いわゆる法案の中身じゃないんですよね、話してることが。もう例えばその運転免許証になぜ使わないのか、そして保険証になぜ使わないのか、つまり今出てるその法案の内容では全然ない、次に拡大していくっていう問題をどんどん質問しているんですよね。で政府の方もよくぞ言ってくれてるなっていうような感じでもって、まあ、ゆくゆくはそうしていきたいんですよみたいな、今はできないですけどそういう方向でいきたいですよねみたいなことで、まあ、そんなに官僚ですから積極的に答えないんですよね。だけど本当はまあそういう方向性を持ってるわけですが、野党が逆にそういうことを引き出しながら、まさにさっきの2020年やはり東京オリンピックに向けてですね、で今回のおそらく法案、共通談合の問題 の、 その拡大法というのは第1弾、必ずだから第2弾第3弾第4弾という形で、例えば保険証だったり運転免許証だったりいろんなことに使えるようにということでどんどん拡大が出てくるのはもう目に見えているだろうと。だから私たちは今回のさっきから出てる突破口だっていうのはまさにその通りなわけですが、全然今回までとどまらずもっともっと拡大していくっていうことはもうほぼ私たちはそれを射程に入れた中で、今後やはりもっと本質的なところが出てきたところで絶対そういう拡大を許さないっていうような
そういうその戦いっていうのをいかに作れるかというあたりが、まあ、今回10月に配布されていく、まあ、私に配布されるっていう時期と、それから1月に、IC カードが配られるという時期を射程に入れながら、全体的にその拡大も含んで、本来だったらそこで、そこから3年後なんですよね、拡大をどうするかって検討で、一旦だから配って、利用してみて3年間、様子を見てから、じゃあどう拡大するかっていうのが、本筋であったわけですが、もう全然そんなのすっ飛ばしてしまって、配られる前からも拡大をどんどんしましょうか、そういうような構想が出てしまってるわけですから、まあ、私たちはその10月、1月を利用しながら、その拡大の問題っていうのを、いかにやはり危険性の高いものなのかと、私たちにとって、全然その快適な社会を作るものではないというようなことをもう少し訴えていきながら、カードを提出していくというような運動っていうのをちょっと提起していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに、ちょっとこのカード、まあ、膨張していた感じでいます。ちょっと追加で、さっきちょっと触れ忘れたんですが、国会質疑で、もしかしたらこの後の質疑の中で、議員質問が出てくるかと思うんですけども、地方自治体の問題が、これ実はね、相当大きな問題になって出てきてて、でさっき紹介したその IT 戦略本部の、マイナンバー分科会の5月20日の時に、三鷹の市長の清原恵子さんが、まあ、この人は推進、一貫して推進で政府で いろんな検討委員やってた方なんだけども、三鷹市の状況っていうのを報告したんですね。で、財政面を一つ見てみると、三鷹市の今年度のマイナンバー制度対応に関わる、当初予算と、それから第2回、だから6月の補正予算も、これから出す予定のものも含めて5億4600万円を三鷹市は計上しているんですね。で、なんとそのうち国からの補助金として出てくるのは、歳入としてあるのは約1億2100万円。三鷹市が使う、マイナンバーで使うお金の 22% しか実は国から出てこない。で、この間私たち地方議員の皆さんと協力をしながら、あちこちの自治体議会で、それを調べてもらってるんですね。で、例えば東久留米市、人口12万の東久留米市も、そうなんですけれども、去年2014年度ですね、総額で4739万、かかってるんだけども、そのうち2255万は市の持ち出しになってる。それから八王子市、もっと人口多いですね、八王子市の場合もっとひどくて、2016年度の総事業費が4億3500万円なんだけども、国庫から出たお金がわずか9700万円で、八王子市の一般財源を3億3700万使っている。で、こういうような状態、財政面だけで見てもこういうことになっていて、で実は、市長会の関東支部っていうところが、5月15日に、緊急決議を出して、でその中で、財政措置については地方財政措置ではなくて、システムの総合運用テスト、中間サーバーの利用、通知カード及び個人番号カードの交付、並びにマイナポータルの運用開始に要する経費等を含めた地方自治体が負担する経費の総額を補助するべきだと、というような決議を挙げてるんですね。で、財政面一つ見てもこういう状態で、それからあと昨日私実はある自治体の、住民登録の非常勤職員の方と、たまたまお会いして、で少し水を向けたら実はパッと話が出てきたんだけども、どういうことかっていうと、今、住民登録の方で準備が始まってるわけですね。で、10月5日の段階で住民票コードがある人に、新しい番号をつけて、で通知を出すわけですよね。で、今その準備をやってるんだけども、この後、その後が大変だよねって A さんって人に聞いたら、知らない人よく知ってますね。で、まずは、簡易書留で通知を送るから受け取らない人で、これ人口移動の激しい新宿区というところがある自治体向けの雑誌が調査したんだけども、約20万世帯新宿区にはあるんだけど、世帯がね、これ世帯単位に今回送りますから、そのうち、2つ、要するに簡易書留を送って
受け取ってもらえない世帯が4万世帯って想定してるんです。新宿はね。で、そうするとどうなるかというと、差し戻されるわけでしょ、書き留めが。で、それをそれぞれの住民登録の市町村、市区町村が開封をして、で、この12桁の番号の人には通知が届いていないよっていうのを全部入力作業するんですよ。それから、それが多分だから11月ぐらいですかね。で、来年の1月になると今度カードの交付になるでしょ。で、さっきも言ったように3ヶ月で1000万枚。だいたい人口の、8% ぐらいですよね。だから人口が例えば30万の市であれば2万4000人が3ヶ月でその役所に殺到するんですよ、ね、具体的に考えるとそういうことなんです。それからさらには来年の3月4月人が移動する時期、そうすると転出届をして転入届で、その転入届の役所は何をしなきゃいけないかというと、新しく発行されたカード、運転免許証と同じように住所変更しましたって裏書きするんですよ。窓口の職員かカウンターの中にいる職員がね。そうするとただでさえ3月4月ってどこの役所も人が溢れるわけでしょ。それがさらに溢れる状態になってくる。だから、お宅のね、自治体労働組合はこの問題取り上げてるのって聞いたら、いや全く役員さん聞いてもくれませんよって、これ取り上げてもらわなきゃダメですよっていうふうに、まあ、その方には言ったんだけども、要するに自治体の方がそういうふうに現場もパンクする、財政的にも負担がかかってくる。政府は昨年度と今年度で合わせて2200億円を計上しています。これは政府の予算ですよ。で、それに今言ったように相当な額を自治体が持ち出しているっていう、ね、これはカウントされてないんです。それから今日も質問で出たけど、民間の事業者、民間だけじゃなくてどこも、要するに、給与システムを持っているところは新しくシステムプログラムを変えなきゃいけない。で、これ山下議員は、安いシステムの十数万円って言ったかな。で、高いソフトだと40万円ぐらい、中小の小零細企業が使わない、それだけお金を出さなきゃいけないんだけど、これ国が面倒見てくれますかって言ったら、当然答弁は、いやそれはそれぞれの事業者さんのご努力でご協力いただきますっていう話なんですよ。だ、それそういうふうに社会的インフラコスト、これはどのぐらいかかるのかっていうことも全く公表されてないわけですよね。だから おそらく全部合わせれば超を超える単位のお金が動くのに、さっきも山本議員の質問とかで出てきたようにね、どれだけメリットがあるんですかって、そういうことを考えたんだけどないっていうね。で、そういうことをだからきちっと暴いていくような、議員や政党やそれから、マスコミがやっぱりかなり限られていて、一方ではその、まず政府の方は、小出しにしながら慣れさせちゃうということをやって、それからあとは、自民党とそれから日本経済新聞ですね。実は日本経済新聞が4月ぐらいにずっと連載してた中身が、実は、5月20日に自民党が出した案と重なってくるんですよ。だからこういうふうに、まだ決定してないものをもう やりますってことをね、自民党と日本経済新聞、それから今日の、維新と元気の、議員の方も、もう運転免許証が一体化されるのは当然、健康保険証が一体化されるのは当然というようなことを前提した発言、それを繰り返して繰り返して繰り返していけば、もうなんとなくそういうふうになってしまうという雰囲気が作られている。でも今日偉いなと思ったのは警察庁が、いや運転免許証はそんな運転免許証の国際基準があるんだから簡単に投稿なんかできませんよって、むしろ慎重に対応していきますって。で、あれはこれは自民党さんの案ですまで言ったんで、多分この後警察官僚出身の自民党議員と現役 の警察官僚がバトルをやるんじゃないかなと思うんだけど、これに限ってだけは警察官僚を応援してもいいのかなというふうに思ったけど、だけど雰囲気としてはもうこういうふうにね、やるぞやるぞやるぞっていうのがもう規定路線としてずっとこう走っていくっていう怖さ、
それをやっぱり改めてこの間のその要所報道とそれから推進派の人たちや財界の人たちの動きを見て非常によく見えてきたなっていうふうに思います。それからもう一つ情報で、内閣委員にはなっていないんですけども社民党の福島みずほ議員が、質問収集を出してくれました。で6月2日に、回答が来ます。私たちも協力して、国会ではなかなか聞けないような項目についても質問収集の回答というのは閣議で決まって出てくる正式な回答文書ですので、まあ、それも見てまた私たちの方でいろんな対応していきたいなというふうに思っています。今ちょっと時間をしてきてるんですが、盗聴法の拡大について、今もう審議入りを、していますので、そういう意味で言うと、そのちょっと情勢とそれから展望も含めてですね、短い時間ですが、角田さん、よろしくお願いします。盗聴法に反対する市民連絡会の角田と申します。盗聴法に反対する市民連絡会は、盗聴監視管理社会化に反対するということで、盗聴法の改悪はもちろんのこと、共通番号法にも反対するということで、やってきています。で貴重な時間をいただきましたので、ちょっと盗聴法の問題について簡単にご報告させていただきます。で、現在、盗聴法の改悪法案が、審議しています。火曜日に趣旨説明、公民会の趣旨説明、水曜日に、野党の外閣質疑、明日、野党の質疑があるかどうか、ちょっとこれは、今日の夕方の理事会を見ないとわからないという状況ですけれども、いずれにせよ、法務委員会で盗聴法の改悪法案がやっぱり審議するして、本格的な議論が開始されると。有料制になってきています。で問題は、この法案が刑事補償法と一部改正案として、出されていると。で取り調べの可視化の問題、それから刑事証の取引の問題、それから盗聴法の改悪とかいろいろな問題がとにかく一杯一からげで一つの法案としてまとまって、出されているというところにすごい問題があるというふうに感じています。で、そもそも、可視化の問題にしよう、刑事証取引の問題にしよう、盗聴法の改悪の問題にしよう、そもそも個別の法案としてやっぱ出されて、審議されるべきものであって、でそれを外閣もとにかくまとめて出して一挙で処理してしまおうというその政府というか、与党の側の姿勢ですよね。姿勢がやっぱり根本的なところで間違っているというふうに感じています。でそういうことで私たちとしては盗聴法、商取引、それからその全くこのデタラメな抜け道の多い可視化についても反対ということで、この法案そのものの廃案を求めているというところで戦っていきたいというふうに考えています。で法案の中身なんですけれども、とにかく盗聴、今ある盗聴を根本から質的に変えると、そういうものとしてやっぱり出されてきたというところに最大のポイントがあるというふうに感じています。で一つは対象犯罪が、いわゆる組織犯罪ということで、組織殺人とか銃器とか薬物関係の4つの犯罪類型と言われたんですけども、そこから、窃盗詐欺、逮捕監禁とか、9つぐらいの種類まで拡大されると。でただその窃盗とか詐欺っていうのは日本のその刑法犯の認知件数の中では 85% ぐらい占めてるんですよね。つまりほぼ刑法犯関係の、80% から、85% ぐらいのものが盗聴法の対象犯罪になると。でそうした意味ではその組織的犯罪対策と言われていたものから通常の犯罪にまで対象が拡大されるということが一つの問題だと思います。それから二つ目は、今まで通信事業者の施設で通信事業者関係の立ち合いの下で行われていた盗聴が捜査機関の施設、つまり警察検察のところで立ち合い人なしで行われるようになると
ということが、まあ、2つ目の問題としてあります。で3つ目の問題としてはその現に行われている通信を聞くということではなくて通信を一時的に苦力して貯めて後で聞くことができるというような構造になっているわけですよね。つまりその今回の東京法の改悪法案の核心は捜査機関の施設で大規模な盗聴ができるようにすると、そういう転換が図られているということだと思っています。で今まではその年間のその盗聴許可令状というのは最大、50件弱なんですよね。40数件ぐらいが一番大きい多かった時なんですよ。でつまり対象犯罪が圧倒的に拡大されて、でしかもその後からも行くことができるというような形になると、その東京許可令状というのは本当こう今の数十件から数百数千数万件と拡大していくことは、ね、まあ、ほぼ確実だということで、まあ、この東京法改悪についてはもう絶対許さないと早乗り込むということで頑張っていきたいというふうに思っています。でそれと並行してちょっともう一つ重大な問題があるんですけれども、この6月ぐらいから携帯 GPS の位置確認情報に関する問題で一応その総務省の方が、ガイドラインを変えて、警察今までは、令状でその位置確認情報について、捜査当局が、位置確認が欲しいという場合は、令状の上で一応その個人のプライバシーを侵害する、侵害出動するということでその音声とかその比較的その携帯にその位置確認されているその携帯にその合図が行ってたんですよね。でところがその合図をなくすということがやられようとしているということなんですよね。でそうしますと今どういう問題が起ころうとしているかといいますと、まあ、盗聴というのはいつ誰へと何を話しているかというのが分かるわけですよね。でこれに携帯 GPS の位置確認情報を組み合わせるといつどこで誰が何を話していたのかということを、確認できるというふうになるわけですよね。でこれはもう一通りこの、盗聴法の改悪ということを決定的なところとしながらその個人の通話位置を、確認できると監視できるというそういう、転換がやっぱり図られているということでこの事態は絶対にすることができないということで、廃案にちょっと向けて頑張っていきたいと思います。で今後の展望なんですけれどももちろん、まあ、審議を阻止したかったんですけれども、まあ、審議してしまったという状況の中では戦っているわけですけれどもあまり批判はしていないまあ、批判はしていないということはどういうかというとあまりにもちょっと法案に問題点が多すぎて、爆弾を結構抱えながらこの法案の審議は進むだろうというふうに思っています。でそういう意味ではこの過程を一つ一つ、傍聴なんかも含めて、頑張って戦いながら廃案に向けての運動を進めていきたいということで今後とも共通論の反対の運動と連携しながらやっていきたいと思います。傍聴等希望のある方はぜひ傍聴体制を取りますので参加していただければというふうに思います。以上です。ありがとうございます。傍聴法の関係で一言ちょっと桜井さんの方からもそこに私川崎に住んでるんで川崎市長に対する手紙制度があってそこに対する私の質問のこの回答が、今朝の午前中来ました。で私の個人に対する文章なんで別に構わないということで、まあ、質問を簡単にしてそれに対する回答です、まあ、そういうふうな回答になって、まあ、中身についてはそんなに大したことは書いてないです。それが一つで、もう一つはその前にですね一度ならず二度待ちということで、5月の22日に今角野さんが言われた盗聴拡大司法取引に賛成するということで日弁連の村越会長が盗聴拡大法案について早く成立させろと司法取引について早く成立させろという5月22日の第2の会長声明を出しました。3月18日の第1の会長声明について2度目です。で今に日弁連の議員が日弁連の弁護士が各議員に対して早くこの法案を成立させろというロビー活動を一生懸命やっています。でそれに対抗してやっていきたいと。で5月の29日に、パレスホテルで日弁連総会がありますので村越会長弾劾の戦いをその場でやりたいというふうに思っています。早く辞任しろというふうに思っています。5月26日にですね
政労会館で約200人の人を集めて深津県の桜井さんと含めて集会を開きました。で、27日にですね、自由放送団等の弁護士と、市民とか戦っている人で250名が国会に向けて請願デモを行いました。で、そういうことを含めてで、審議も入っているわけですけども、さまざまな戦いをですね、共通番号反対の戦いと戦争反対を結びつけてですね、戦いを秘めていきますので、よろしくお願いしたいと思います。簡単ですけど、OK です。ありがとうございました。で、角田さんから紹介のあった、GPS の通知なくその操作利用っていうのは毎日新聞5月25日の月曜日版にちょっと載ってます。何枚かちょっと持ってきてるので、もしよろしかったら後で欲しい方はちょっと来ていただければと思います。そういったことで言えばですね、盗聴法の拡大であり、今の GPS の その操作利用であったり、それはゆくゆくはですね、やっぱり共通番号についても、そういうような情報をその共通番号を聞くことにやはり、たぶり寄せていくというようなことに最終的にはやっぱり使っていくっていうことが考えられてるんだろうっていう意味で言うと、私たちはやっぱり共通番号であり、盗聴法の拡大であり、そしてこれから出てくるその共謀罪等のですね、やはり警察や公安の力をやっぱり強めていこうとする、そういう流れのやはり一つとしてマイナンバーもあるんだっていうふうにきちっと捉えていかないといけないだろうと。で、一応残念ながらこの今回の拡大法については、なかなかそれをその阻止するという情勢には、皆さんのご存知のようにないわけで、一応、この間の傍聴行動とか取ってきてですね、でいろんな形でその私たちも陰に陽にですね、山本さんだとか山下さんとかに、こういった質問したらどうかということで、いろいろ情報提供したりしてですね、できるだけその意味のあるその国会議論をしていただき、それが今後につながるような形でね、つなげていっていただきたいということで、私たちも微力ながらやっぱり、国会の議論に助力していこうということで、運動を進めてきました。で、今回一応成立してしまっても、先ほど言いましたように、おそらく間違いなくこれからいろいろ拡大が出てきます。で、この番号の問題というのはこれで終わりでは全然なく、私たちとしてその10月1月を控えて、やはりいろんな形でまた皆さんの方に集会だとか学習会だとか取り組みのちょっと提案をしていきたいと思っています。当面その大きな行動としては10月の3日の土曜日、ちょっと今まだチラシできていませんが、10月の3日の土曜日の午後に、新宿か渋谷で、集会、屋外集会なんですが、集会およびデモ企画をしています。これはもうその日に日程でやろうと。で、ご存じのように10月5日から番号が配られ出しますので、その直前に一応番号カードいらないというような大きな行動をちょっと配置をしようと思って、その準備をこれからやっていこうと思ってます。で、おそらく各々の各地域や自治体のところでも、やはり番号を配られる段階になって、さまざまなやっぱり疑問だとか問題っていうのが出てくる。実際配られてからもおそらくいろんな矛盾っていうものがいろいろ出てくるだろうというふうに思われます。ですから私たちは今年から来年にかけては番号の問題っていうのは気を抜けないような状況っていうのが続くだろうというふうに思っています。タイムリーにいらないネットの方でも行動を提起して皆さんお集まりいただきながら、またいろんな形で運動を継続していきたいなというふうに考えておりますので、ぜひご協力よろしくお願いしたいと。で、当面法律的に言うとやっぱり戦争法とそれから盗聴法の拡大が審議かかってますので、番号法が成立、拡大法が成立しても、で、引き続き国会行動、さまざまな形で、辺野古の問題もそうですけども、全体的にやっぱりいろんな形で、いろいろクロスしながら運動を盛り上げていくということで、また引き続きやっていきたいと思ってますので、ぜひ協力し合いながら皆さん、頑張っていきたいと思います。最後は何かご参加の方の中で、問題提起したいだとか何かありましたか。どうぞ。埼玉県宮代町の議会議員の加藤です。今川崎の回答
にもありますように、通知カードと一緒に、これどこもそうなんですけど、個人番号カード申請書を中に入れるとみんな言ってるんですね。でこれは入れるっていうことは全くこの周知されてない、認知度がこれほど低いのにこういうのが入ってくると、これは申請するのかと単純に思ってしまうと思うんですよね。そこをどうするんだと昨日もその担当課に聞いたんですけど、そうですよね、こっちも実は困るんですよね。それこれ何だって問い合わせがいっぱいあっても困るし、申請の処理も困る人、それでとにかくやってみないとわからないから走りながらやっていくしかないんですよねっていう現場はそういう状態です。だからその一緒に同封されちゃっている、申請書をどういうふうにするかっていうのを皆様の中でそのお知恵があったらお借りして、私はそれを提言したいと思ってますね。今一応全国的に配れる分かりやすいリーフレットチラシを作る準備をして、その中にもそれを入れる予定です。他にいいですか。何を入れたらいいっていうのはちょっと具体的に分かんないんですけど、沖縄でやっぱり火種を残したっていう一つの例としてね、教えられたのは、土地の取り上げられる時にどうしても売らなきゃいけない、その時にどういう文面にしたかというと、一括買い上げ方式を断固として拒否したっていうんですね。で毎年毎年契約をするというやり方にしたっていう、これだけとにかく残したっていうんですね。でそういうものを何かやっぱりここで残せるものがあればいいなと思うんですが、今何なんだろうなというふうに考えた場合に、本人同意、これがないとできないというか、それから基本的な人権をどうのこうのとか、そういう言葉がどっかに入るとか、それが人権の問題であり、プライバシーの問題であり、本人の同意がないとできないと、これ何らかの形でどっかで入らないかな、これやっぱり民主党の議員さんの中にもやっぱり自民党の維新でもね、話をやっぱりしていける人たちいっぱいいると思うので、それこそいっぱい人からげに考えないで働きかける必要があるかなっていうふうに思います。地域で集会をするんですけども、その時に三司会が反対まだしてくれてるっていうのが結構大きくて、例えば日本医師会とは地域の国たち、例えば国たちの医師会は考えが違うかもしれませんけど、そこにちょっと三司会ですからでっかい圧力団体でもあるんですけど、そこに働きかけていくことって有効なんでしょうか。その通りだと思います。まあ今までの課題だとね、その日本医師会と共闘なんてちょっと考えられないんですけども、結構その医療問題では、今言った小川さん紹介してくれた三司会ってかなり根強く反対を持ってるので、そういう意味で言うと、その医療情報とマイナンバーの問題ってのはこれからかなり焦点化してきますから、まあ、そうした大きな、いわゆる福祉的と言われる団体だけども、基本その医療情報に関してはマイナンバー利用っていうのは、基本的に反対の立場を鮮明にしてますから、そういう意味で言うとやっぱり地域でそういうお話ができるんであれば、ぜひ一緒にやった方がいいと思います。このようにですね、ちょっと本当に議論は尽きなくですね、いろいろちょっと議論しなきゃいけないことがあるんですが、またちょっと相互に議論できるような場を皆さんにも提供していきたいと思います。最後に、一応法案が通ってしまった段階でいらないネットとして抗議声明をマスコミの方に発表して、できればちょっと記者会見をということもちょっと追及をしています。ちょっといつの段階で本会議に通るか、まず可決してしまうかというのは未だまだ不分明なので、ちょっと用意がうまくできるかどうかわからないんですけども、マスコミ宛てには非常に安直な審議でもって、短い審議時間、本当にひどい審議内容で、今回の拡大が溢れてしまうことに対しての私たちの思いを一応抗議という形で声明を出していきたいと。でそれは皆さんにもメーリングリスト等を通じてですね、ちょっとお知らせをしていきたいというふうに考えております。ちょっと時間過ぎてしまいましたが、今日はお忙しい中どうもありがとうございました。また、お会いできる機会を